ほな始めましょうか。いつもあのお疲れ様でございます。定例の会見を始めたいと思います。まあ、皆さんのあの注目は多分参議院における。法案あの失礼、あの問責決議だと思うんですが、まあ、その辺あるでしょうから、質問に答えたいと思います。 共同都市の渡辺であすあのおっしゃられたとおり、参院本会議で、えー、立憲民主党が提出した放送の問責決議案が否決されました、まずこれに対する受け止めをお願いいたします、はい、あの参議院における法務大臣の問責決議に関連して、私たちの見解を述べておきたいと思いますこれはは問責決議の提出はまあ当当然然であり賛成は当然だと思っています。 で私はこの際にです、ね、この、まあ、あ入管法については、ねまあ、立ち止まってこれで撤回すべきだということが、ねまあ、改めて述べておきたいと思いますしそれで1つは、ね、その入管法という改定案のそういう立法事実がまあ崩れているということはまあ明らかだと思うんですね。 審議を通じて明らかになったということで言いますとね皆さんもご承知のとおり要するにさまざまな事情で帰国できへん人をねそういう非正規、まあ、あの滞在者をです、ね、悪質な相関危機者と一緒一括りにして相関目標をノルマ持っていたということがこれ審議を通じて 明らかになったわけですよねそれから合わせてこの入管収容のですね医療体制の改善を図ると言ってきた、まあ、一つの目玉を見えきってたわけですけど大阪の入管で、えー、常勤医師が、まあ、泥水している空には暴言を吐く不適切な投薬を行うということがまあ明らかになるとでそういううい意味で言うと。 一番最初に述べた立法事実という問題でも柳瀬さんのそういう審査というのがですねまあ大臣でさえですよ500人1年半で500人なんて不可能だとまあ最初は可能だと言ったけど不可能だと言ってるそうなってくるともともとそういう。 人が多いから問題なんだと3年間あの連続してね。いろんなことをやるからということでそういう立法事実を作ったわけですけど、それがそうではなかったってことがはっきりしているということですよね。で、まあ、隠蔽体質だけじゃなくて問題はね。これらの事実が法務大臣法務省としては？法律を作る提出する。以前に知っていたっていうことが問題ですよね。 だから私はあのこの際ですね、まあ、あの自民党の幹事長代理その他もですね、えー、昭和何とか何とかっていろいろ言ってるけどね昭和の時代だって法案撤回したことあるんですよ。ちゃんとねそういう度量を持ってねこの民主主義とは何かとそれから法律を停止するとは何をそういう重大なことなんだとそういう歌詞があった時にね潔くやるっていうのは。 大切じゃないですかそこを、ね、やらんと今度はあかんと私思いますねだから受け,受け止めの最大のポイントはね事実が明らかになってでこの際立ち止まって撤回せえと我々は早めざして頑張りますけどねそのぐらいのことが必要だと思いますね今の内容と噛むんですけれど のすけれども先ほど明日のたの参議院の法務委員会で委員長の職権で明したの入管法改正について採決するということは決まりましたけれどもこれれについて共産党対応どうされるかというの,はどううかあの私どもは採決反対ということを明確にしたと思います。だってね今そ,のそういう時が来たからとか何とか言うんじゃなくて明らかになった事実に基づいてどうするかって 考えしかも当事者のそういうさまざまな意見をこう聞いてねやるってことが必要じゃないですかそういう時に立ち止まることができへんのかとで法律を通しはしまいっていうんじゃなくてその法律を通す根拠自身が崩れているという事実に目を塞ぐっていうのはねそれは政治家として私はすべきことじゃないと。したがってあの我々は 採決には反対だと当然のことだと思います。共同通信の渡辺です。あの LGBT 法案の件なんですけども、今日あの自民党の高木剛志国対委員長ですね、あの十三日に衆院を通過させるか。十、うん。 3日ですねえ、うん、明らかにしましたまあ与党案を念頭にされていると思いますがこの LGBT 法案の対応についても改めてお認識をお願いいたします私はね高木さんが言ってることを正式にお伝えしていただいたとか聞いたわけじゃないけどもそういう方向を進んでるわけでしょこれは私はまあはっきり言ってね何を言わんやと思いますよで、ね、それは一つねこの 出発点は何だったかとねこれは当事者の方々が差別を禁止してほしいということがあってそれを多くの政党がそれぞれねお聞きして何とかせなあかんなと思ったわけですよねそういう出発点なんですよ。でそういう中で超党派の議連が作られてそういう意味で言うと今あったようにその当事者の声を聞いてですね 法律案を作ろうということで増進法を理解増進という形での法律を作ったわけでしょでそれは超党派で一致して作ったわけですやんかでそれは当事者の思いからすれば最低限そういうことをしてほしいということをまとめたということがあるわけでしょだからそれを通すことが当然必要だと私は思いますで今からでもね 遅くないいと思いますそれとあの考えますとねこの法律との関係でいうと今あの与党がどうのこうのって言ってますけどもともと政府自身がですね今年の1月25日のそういう総理答弁でですね、えー、言ってるんですけども、えー、性的思考性自認を 理由とする不当な差別や。偏見はあってはならないと。これは当然のことでありますと。これ、総理大臣の答弁なんですよ。で、政治人という言葉、ちゃんと使ってんですよ。ね、だからね。そういう意味で言うとね。えー、政府、自民党自身が使っていた言葉をね。まあ、ひっくり返してですね。いかないと。だから、統一教会言ってること、そのままやるのかと。いう話ですわな。 それぐらいの問題だと,いうことですましてやですね今あのこの間あの皆さんからはね「3本出てる」とかなんか出てありましたけどねまあ維新と国民の案などはそれこそもうひどい話でですねこのなんつうんだこういう問題で保護者の、うん、理解と協力営定を行う心身の発達に応じたという形でこんなことまで入れると。 でさらにその全ての国民が安心して生活することができるようにする安心ということまで使うなどというねとんでもない話になってるわけですよだからねもう一度言うけれども出発点は何だったかなと一致した点は何かとそのことに基づいて最低限のことをやろうということへの、ね、思い入れはないのかと何ちゅう人たちやと、まあ、はっきり言って思いますね。 ちょっと怒りがちょっと出ましたか、はい、あの時事通信社の中です関連なんですけれども、今日の内閣委員会で、理事懇談会で、LGBT の法案に関して、立憲民主党が付帯決議、15項目の付帯決議を出したんですけれども、カットを持ち帰ったということですけれども、こうした動きについて、いかかがお考えでしょうか私は付帯決議も何も見てないから、あれやたけど、今言ったようにね、 まあ聞くとさその何て言うんですか私ね思うんだけどねきちんとした今当事者の声を聞くとかね出発点は何やったかということとかねきちんと議論してよろしいやんかそれをねたかだか10分ぐらいでやるってこと自体にね私はおぞましいっていうかねこ,のこういうものをねおとしめていくっていう発想がねあるんだと思うんですよ。 だからあのまあ,あ二重決議の中身見てないから私それどうこうというのことはできないけどねやっぱり大事なことはもう一遍先ほど言ったように出発点は何かと最低限一致したことは何かと最低限一致した提案であるところの共産党と立憲が出した法案でね合意したら一番すっきりするじゃないですか。 んなまみんなはうんって言ってたものを提案してるのにはね何言うてんねんと。と思うけどね。はい、国会の終盤に入ってきまして、まあ、あの午前中の本大臣の問決議案などもそうですけれども、この終盤国会、どのように臨むのかということと。 あと、まあ、解散・総選挙、まあ、近いのではという臆測といいますか、そういったものも飛び交っている矢に聞いておりますけれども、その総選挙、どのようにご覧になっているのか、解散、近いのか遠いのか、そのあたりの見解しますまず終盤国会というのですね、でそれはね、あの私たちはあのさっき言いましたように、この法,法務委員会における入管法、 またあのマイナーバー法ねこれ次々とやってるわけですけどあ,のまあ,あるメディアもこれまあ見直したらどうだと言ってるぐらいですからねこれねあの混乱は必死になりますよねですから終盤国会っていうのはこういう連続してる悪法についてねこれストップさせるために全力を挙げると。で特に私思いますのはね とりわけ入管法の問題では若い方々をはじめ多くのそういう支援者の方々も含めてですね声を上げ始めて日に日に大きくなっているっていう特徴がありますわなでこれ国会の議員会館にいてもよう分かりますて、ね、それはもう多くの声が来ているしデモも行われているとでそういう中でメディアも注目しているというところにあるわけでね。 でましてやこの軍拡の大軍拡のそういう法案財源確保法という問題について言うならばねこれは断じてまあ許せないと思うんですね。でまあ終盤の大きな山場に今週から来週にかけて差し掛かるんでしょうけどもまたあの、まあ、自民党だとかいろんなところがそういう昭和の何とかとかいろいろ言うんかは知らんけどね その戦前の時代に戻そうなんていうことで戦争できる国にしようなんていうこと自体がね昭和の前半に戻そうというつもりかと。いうことで我々が頑張りたいと思うんですねですから私はあのそこに希望を見出してるのはねやはりね先ほど言った運動が大きく盛り上がってるっていうのといろいろ調査は出てますけどねその説明が十分か不十分かっていう説問に対してねこの軍閣の問題について言うと88%が 不十分と言ってるんでしょ。それから、大軍拡の大増税っていうことに対して、8割が反対してませんか。その世論があると、私ども思っています。ですから、その世論に働きかけ、国民運動を起こして、これらを廃案に追い込んでいくと。いうために、全力を挙げたいと思っています。で、同時に、まあ、解散総選挙っちゅう問題ありましたけど、そういうことを平気で行い、先ほど言いましたようにね。あの、私なんか、いろいろずっと、この間。 議員やってきましたけどね法案作る前にねその立法事実がないなと知っとってやったなというのはね私初めてだわねそしてそういう事実を知りながらですよ隠しているとマイナンバーもそうですしそれから入管法もそうでせんか皆さんも政治記者としておられるわけだしそういう事実ってあった 少なくとも皆さんの経験でもね、政府が立法事実があその根拠が崩れているのを平気で法案出してくるなどという政府見たことがないと思いません言い直ってると、軟中政治をさ許すわけにいかないと、これ打倒しようというのが当たり前じゃないですか。ただそういう意味で言うと我々としては解散に追い込んでいくということで。 旗印を掲げたいと思っています。ほなよろしいですか、おきに。